どうもみなさんこんにちは、チャックバスです。本日もね、動画をご視聴いただきましてありがとうございます。本日はですね、クルックっていうね、私がね、ちょこちょこ紹介させていただいているツアー会社になるわけなんですけども、本日はね、こちらの会社で、海外のね、eSIM のデータ通信、こちらが100円キャンペーンがやっておりますので、本日はこちら実演解説ね、やっていきたいなと思います。 ということで、私の動画ではね、結構紹介させていただいた、このクルックっていうね、結構ぶっ壊れたね、会社なんですけども、あの、私がね、ちょっと前に利用させていただいたのは99、99%オフクーポンっていうね、まあこれは何周年かの記念でね、 あの、利用することができたキャンペーンで、ハワイの空港からホテルまでですね、送迎ね、99%オフで私ね、早押しで打ち勝って、99%オフで、99%、はい、利用することができたんですよね。ですので、本当はだいたい30ドルぐらいすると思うんですけども、まあ、これがね、60円ぐらいで利用することができたんですよね、このキャンペーンで。まあ、こういったね、キャンペーンがあったり、またね、雨の日クーポンっていうのをやっておりまして、雨がね、降っていて、新宿かなんかでこの雨がね、観測されたら、 えっと、50%オフクーポン。それが夜8時にね、配布されるみたいな。まあそういったね、感じの結構ね、えー、ユニークなね、キャンペーンをやる、このね、クルックなわけなんですけども。 今回ね、こういった感じで期間限定100円 eSIM クーポンっていうね、キャンペーンが来ておりますので、まあ、もしかしたらキャンペーン早期終了してしまうかもしれないんですけども、とりあえずね、今現時点では1日1ギガ100円っていうね、めちゃくちゃお得なね、キャンペーンが来ておりまして、もちろんね、こちら eSIM のね、購入っていう風になりますんで、今ね、買って、 今後のね、あの旅行行く際にあのアクティベートしていただければ利用することができるということで、まあ大体ね、ちょっと私も先ほど購入させていただいたんですけれども、今購入して12月の半ばぐらいだったかな、まあそこら辺までにアクティベートを、まあ、有効化してくださいみたいなね、まあそんな感じになっておりましたので、まあこの夏とかですね、海外旅行ね、行く予定のある方はですね、非常におすすめっていうふうになりますんで、気になる方はぜひね、最後までご覧いただければなと思います。 はい。ということで、こちらがですね、クルックっていうね、えー、海外だと思うんですけども、えー、ツアー系のね、旅行会社になるんですよね。で、こちらがですね、海外旅行、スマホの準備は OK、クルック eSIM、100円 eSIM っていうのはね、キャンペーンやってるんですよね。アプリで完結、24時間サポート、ベストプライス、Android iOS ということで、Android スマートフォンも iPhone も利用することができます。で、クルックの eSIM で安心で簡単にということで、設定は全てアプリで完結、アプリでデータ通信量もチェック、えー iOS Android デバイスに対応ベストプライス保証24時間カスタマーサポートということで、ちょっと先ほどね、私、あの問い合わせさせていただいたんですけども、本当にね、3、4分でえカスタマーサポートね、あの、調べていただいて回答いただきましたので、これはね、普通に良かったですね。で、今回ね、利用することができるえ対象エリアなんですけども、まあ、こういった感じでね、これ書いてあるんですが、えっと、100円のね、e、eSIM クーポンに関しては、ここがね、対象になっておりまして、シンガポール、韓国、タイ、 インドネシア、ヨーロッパ、オーストラリア、イギリス、マレーシア。 アメリカということで、まあ、ほぼほぼカバーされてると思うんですけども、まあ、一部ね、カバーされてないアジアとかもありますので、まあ、ここら辺ね、利用する予定ながらある方は、特にアメリカとかね、ヨーロッパとかね、韓国とかね、ここら辺に行く方はね、結構いいキャンペーンではないかと思います。こちらね、本当に先ほど購入いたしましたけども、本当に100円で購入できますんでね。はい。で、こちらね、購入できるね、プランなんですけども、 こちらね、えー、っと、どこで見ましょうか。まず韓国から見ましょうかね。まあ、これクリックしていただくとですね、本当にこの日本円で100円のね、表示が出ておりまして、まあ、こういった感じで購入することができます。韓国、えー、4ギガ、えー、5ギガ、e シムということで、えー、まずね、パッケージの選択。まあ、こちらね、もう自動で選択されておりますので、特に購入、変える必要ないんですけども、まあ、データパッケージは1日ですね。で、データギガが1ギガで、 シムカード使用期間が3日間って書いてあるんですけども、これね、ちょっと意味わかんなくてね、問い合わせたんですけども、結局データ、 パッケージプランは1日ごとにね、1ギガ消費していくっていうふうになりますので、このシムカード使用期間がね、3日に設定されたとしても、1日ごとにね、1ギガね、消費、使っても使わなくても消費されていくっていうふうになりますので、まあ、この点で注意していただければなと思います。まあ、3日間購入するのであれば、3回購入していただくっていうのは、まあ、いいのかなっていうところですね。で、1日1ギガね、まあ、100円で購入することができるっていうふうになりますので、まあ、3日間行くで、 だったたらまあ3ギガみたいな、まあ、そんな感じで購入していただければなと思うんですけどもあのこの通信ソ度グの、ね、使い方っていうのは人によってちょっとね異なりますのでもうガンガンあの、まあ、海外行ってね路上で YouTube 見ながら歩くみたいな、ね、そんな方はまあいらっしゃらないと思うんですけども動画見ながらとかねあの使ってるとねめちゃめちゃあの消費していくので、まあ、地図アプリ見るぐらいだったらですね2ギガで5日間ぐらいねあとホテルの w i f i がメインみたいな感じだったらね全然問題ないんですけど ちょっとこれはね人によって使用頻度っていうのは変わってくると思うんですけども私みたいなホテルがメイン Wi-Fi で街歩きはね 地図開いて見るぐらいね、あの Google マップでね、そんな感じで利用するのであれば、本当に2ギガで5日間とかね、普通に行けますので、まあこんな感じでね、利用していただければなと思うんですけども、まあ今回ね、韓国でも1日1ギガデータ通信のみが100円で利用することができるっていう風になるんですよね。で、パッケージの内容ということで、引き換え前のキャンセル無料ですね。こちらは購入した後にね、アクティベートできるんですけども、こちらね、つながらなかったとかね、そういうのがありますよね。特に s i m の場合は、まあ、この ESIM の対応のスマートフォンじゃなかったとかね、まあ、あ SIM ロック解除がされてないとかね、まあ、いろんな要因があって使えない場合が、ね、あったりするんですけども、まあ、そういった場合にですね、キャンセルが無料で利用することができます。で、即時予約ですね、もう購入したら、ね、すぐアクティベーションできるようになっております。で、有効期間は180日ということで、まあ、大体半年以内にね、有効にしていただくっていった形になりますね。こ、まあ、こんんななとろで特ににそ 難しいことは書いてなくて、本当にこの予約手続きからね。まあ、購入していただければすぐね。予約一覧にこのねデータ eSIM プランが入ってくるって言った形になります。まあこれがね韓国になりまして。 続きまして、こちらがアメリカですね。こちらも1ギガ100円でね、購入することができます。もちろんね、それ以外のプランとかもあるんですけども、まあね、せっかく1日1ギガでね、100円で購入できるんであればですね、これはね、利用しない手はね、ないのではないかと思いますので、これもね、シンガポールですけども、1日1ギガね、 100円で購入することができますし、ここでね、書いてあるところは、なぜかマレーシアだけさらに安い89円というね、ちょっととんでもない金額ついておりますけども、まあ、こういった感じでね、利用することができますので、これはね、めちゃくちゃ安いですね。まあ、私ね、毎回行くたんびにですね、今は、えっと、楽天モバイル持っておりますので、先日ね、えー、解説させていただきましたけども、これでね、あの、7000円で私は、えー、っと、利用させて、新規でね、あの、登録させていただいて、7000円でもらえて、このプランで今契約して、まあ、月、 全部込み込みで1081円でね、毎月支払って使ってるんですけども、まあ楽天モバイルね、毎月2ギガね、無料で海外でも使えますし、まあ国内ね、3ギガ利用することができますので、まあ基本的にこれがね、一番おすすめ、まあ電話も無料でできて、またね、国際電話でこちらね、楽天に行く経由していただければですね、海外のね、国際電話を利用する場合でも、 楽天リンクね、通していただければ、楽天リンク同士も無料ですし、相手が楽天リンクアプリを使用してない場合でも、国際電話無料なんですよね。ですので、まあ何かのね、トラブった時にですね、この楽天モバイルってめちゃくちゃ有効ですので、まあ基本的にこちらがね、あの持っていただくのが一番おすすめなんですけども、まあ今回ね、 え、こちらね、100円ですからね、1ギガ。だから5ギガ買ったって500円ですからね、めちゃくちゃ安いですよね。まあ、これね、最初見た時結構目を疑ったんですけども、まあ、実際に購入してね、本当に100、100円で購入できましたんで、これはね、めちゃくちゃいいキャンペーンですね。 一応ね、9月末までね、決まっ、あの、キャンペーンやっているみたいなんですけども、一応下の方にですね、いつ終わるかはわかりませんよみたいな記載がありますので、もしね、購入される方は、早めにね、利用してみていただければなぁと思います。で、この100円1ギガってのはね、本当に安いんですかっていう話なんですけども、これがまずね、トリファ結構有名なね、あの、日本がやって、日本の会社は確かやってる eSIM のサービスだったと思うんですけども、こちらね、韓国とかね、無制限だと3日間で、ね、1990円。 まあ1ギガ7日間で740円なんで、1日1ギガだったらね、まあ同じぐらいのね、計算で利用することができるんですけども、まあそんな販売はないみたいな感じなんで、だから3日間で3ギガぐらいで行きたいみたいな時はちょっとこれはね、使えないみたいなね、まあそんな感じになるんですよね。 で、それ以外の国だと、はい、こんな感じで3日間無制限だと2990円。まあ、これもね、全然安いと思うんですけども、で,ですけども、やはりね、1ギガ、7日間からになっちゃいますんで、ちょっとね、あの、短期間で利用するっていうのは厳しいですよね。まあ、もちろん7日間で1ギガだとちょっと足りないと思うんで、じゃあ3ギガみたいな感じだと、まあ、1650円みたいな感じなんで、まあ、これでもね、あの、eSIM くるくるの方でいけばね、はい、多分7回とか一応ね、購入制限ないそうなんですけども、もしあったらね、ちょっと申し訳ない限りなんですが、まあ、今のところね、そういう記載がございませんので、まあ、7日間ね、7ギガ買えば700円で利用することができますので、まあ、7ギガも7日間でまあいらないと思いますけどね、まあ一応ね、7日が毎日1ギガ消費するって考えても、まあ、こっちの方がね、全然安いっていうふうになりますんでね。また オラフライでいいのかなこれ結構ね、YouTube やってる方でね、あのー、プロモーションね、もらってる方結構多いと思うんですけども、こちらもね、あの、見ましたけど、そんなに安くなかったですね。あとね、 エアアローっていうのを読むのかなまあこちらもね、ちょっと見ましたけども、アメリカで1ギガ7日間で454.5ドルっていうふうになりますねで、まあ700円ぐらいかなはい。ですので、まあそんなに安くないですよね。で、まあそれ以外にもですね、KK Day とかね、えっ、ー、と、あと、ほぼね、海外ローミングで、ね、今も対応してますんで、こちらもね、ちょっと見たりしたんですけども、 まあこちらもね、ほぼはね、やっぱりね、そのまま使える手軽さもあってね、結構高いんですよね。90以上の国と地域でね、1ギガ3日間で、ね、1400円とかなんで、結構高いですね。エリアで、えー 分割しても1ギガ3日間で円なんで、780なんこれでクルックだったらまあ300円で済んじゃうよみたいなそんな感じになりますので、まあ、今回のキャンペーンね安さっていう意味ではですねめちゃくちゃいいのではないかと思いますのでこれはねいいですよねですのでねこの楽天モバイルもね非常におすすめでまあサブでね持っといては あの、やはりね、なんかトラブったといにね、電話できないとね、不安な部分もございますので、まあこちらもね、あの概要欄に載せておきますので、ぜひね、こちらもチェックしていただきたいなと思うんですけども、まあ今回のキャンペーンで、ね、めちゃくちゃお得なんでね、100円で1ギガ購入できますんで、とりあえず私は2ギガね、買っといたんですけども、この後ね、実際にもう1ギガね、買って皆さんにね、あのアクティベーション含めてね、実演していきたいなと、 思います。で、余談なんですけども、一応ね、あの、会員登録の、えー、っと、紹介コード入れると5%オフクーポンがもらえるんですけども、まあ、それね、 あの、これをキャンペーンには多分使えないと思うんで、あの、欲しかったら、ま、そちら入れといていただければっていう感じですね。別に入れないよっていう方は、ま、普通にあの、公式サイトからね、あの、登録していただいてもいいですし、クルクはね、一応、ポイントサイトアピタスに案件ございますので、もしね、予約していただくと2.5%バックね、えっ、ー、と、2.5円 <laughs>、取れるかもしれませんので、えー、ぜひこちらね、あの、利用してみていただければなと思います。 ということで、こちらのね、画像を切り替えて実演でやっていきたいなと思います。スマートフォンアプリにですね、クルクっていうのがありますので、そちらでダウンロードして、会員登録済まして利用ねしてみてください。ということで、実演でね、やっていきたいなと。 思います。もうね、あの、アプリダウンロードしたらですね、一番上にね、出てると思います。クルック一心100円からということで、こちらクリックいたしましょう。そうするとね、海外旅行の準備、海外旅行、スマホの準備はクルック一心ということで、先ほどのページが出ますので、下の方にね、行っていただきます。 で、下の方行っていただくと、い、え、ろ、ー、んな、ね、国と地域が出てきますので、こちらで、ね、確実にチェックしていただいて、まあ私はね、ニュー,ヨーク旅行を控えてますんで、こちら購入していきたいと思います。で、一応ね、プランがいろいろ出てきますので、こちら注意してください。上から2番目の1ギガ1日100円ですね。こちらをクリックいたします。 そうすると、えー、パッケージ選択が5日間になっておりまして、えー、対象エリア、私はアメリカですね。で、有効期が5日間、データパッケージは1ギガ。で、パッケージタイプは1日ごとに1ギガっていうふうになりますんで、まあ冒頭に言ったと思いますけども、有効期限5日間って書いてありますけども、 一日ごとに一ギガ消費しますので、これは使っても使わなくてもなくなりますんでね。この点ご注意ください。あの、残ったからといって翌日に繰り越せたりできないそうです。これちょっとね、あの、書き方がよくわかんなかったんで、公式のね、チャットに問い合わせたんですけども、使っても使わなくても消費いたしますっていう回答でした。で、サービスはデータ通信ですね。デザリングも利用することができるアクティベーションの有効期限は180日ということで、購入してからね、180日以内、まあ、約半年ですね。この間に、 アクティベーションしていただく感じですね。では、予約手続きいきましょう。で、使えるのは t モバイルなんですね。じゃあ、データ通信的にはね、まあ、私結構この t モバイル向こうで使うんですけども、普通にね、速さ的には問題ないと思います。ということで、えー、こちらで、ね、購入していきましょう。ではね、こちらで、えー、あの支払いしていくわけなんですけども、Apple Pay はね、普通に使えますんで、これはいいですよね。本当に Apple Pay ちゃちゃっとね、購入できたり、一応 PayPay とかもね、使えますんで、こちらね、あのお好きな方法で決済してください。 ではね、これで支払い完了になりました。それではね、購入完了いたしましたので、ここからそのままアクティベーションしていきたいなと思います。ではね、右下のアカウントをしていただいて、予約ですね、予約の利益がね、はい、入っておりまして、まあちょっと前利用したね、はい、ハワイからホドルのね、60円が乗っておりますけれども、これで一番下アクティベートしていきましょう。はい、で、予約確定になっておりまして、アクティベートがね、アクティベーション待ちになっておりますね。このアクティベートをすると、 えまあ準備みたいな感じですね。まあ、下の方に書いてありますけれども、使用方法ということで、出発前に E シムをアクティベートする。で、それで向こうに着く。で、E チームに切り替えてデータローミングをオン。これで向こうで携帯が使えるようになります。ということで、アクティベートね、していきましょう。まあ、私がさっき購入したのは、2024年12月の22日、22時09分までにアクティベートがまあ有効っていう感じですね。では、アクティベートをしていきます。 新規の ECIM もアクティベートですね。ECIM もアクティベート。リデートモバイルから新規の ECIM ですね。まあ、こういう名前のデータ通信名ですかね。ではね、これでアクティベーションが完了いたしました。ではこれでもうね、えー、使える感じになったとですね。はい、予約確定ですね。アクティベーション済みということで、えー、有効期限は開始後に表示ということで、えー、設定に移動して ECIM に切り替え、到着地、 目的到着後にデータローミングをオンしますっていうことでまだねこちらあのアクティベーションまで済んだということで、まあ、この状態で現地で行って設定からデータローミングをオンですねで e シ m をねオンにして、まあ、使う感じになりますそちらの方法もねまあ利用したことある方はね皆さん分かると思うんですけども一応そちらも見ていきましょうではね設定を開いていただいてモバイルで通信ですね で、そうすると、えー、下の方にですね、副回線、今、アクティベート中になっておりますけども、えー、こちらをクリックしていただきます。そうすると、まあ、この回線をオンにするということで、まだね、今、アクティベート中になっておりますけども、これは後でね、大丈夫になると思います。で、下の方にね、あると思いますけども、こちらデータローミングをオンにして、まあ、利用していただくっていう感じですね。まあ、このね、今、アクティベート中になっておりますけども、まあ、これがね、オフになっていたらね、これをオンにしてくださいね。ちょっと今ね、あの、今、アクティベート中で、 あの、選択できなくなっておりますけれども、まあ、これね、オンオフ切り替えれるようになっておりますんで。 オンにして、データローミングをオンにしていただければ、向こうでね、利用することができるっていう感じになりますので、この点ね、覚えておいてください。まあ、こういった形になります。まあ、設定自体はね、非常に簡単ですので、まあ、こんな感じでね、利用していただければ、まあ、スムーズにね、利用することができると思いますので、ぜひね、やってみてください。はい、ということで、今回ですね、クルックっていうね、えー、旅行会社、まあ、海外の旅行会社だと思うんですけれども、まあ、こちらがですね、なんとね、100円インシムキャンペーンがやっておりましたので、解説させていただきました。まあ 私の知る限りね、多分100円で1ギガって多分めちゃくちゃ安いと思いますので、あんまりね、これ話題になってないんですけれども、ぜひね、これから、えー、夏休みで、まあ今買ったらね、12月ぐらいまでこの eSIM 有効ですので、まあぜひね、今後半年ぐらいにですね、海外旅行をね、計画している方で、まだね、eSIM どうしようかね、決めてない方は、今回のキャンペーンで購入していただくのね、非常におすすめっていう風になりますので、ぜひね、チェックしてみていただければなと。 思いますということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方は、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッター、インスタグラム、LINE 公式アカウント、最近で LINE 公式アカウントで、PPC にな、マイル C にマイルクシにポイントセットシーね、こちらから無料で利用することできますので、ぜひチェックしてあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。